お姉ちゃん。わざわざこんなところまで追ってきてご苦労さま。でもそれも無駄だったわね。アヤハさんに何をした？耳を塞いであげただけよ。聞きたくない言葉を聞くのって苦痛でしょ。だから何も聞こえなくしてあげたの。そうよね、アヤハ。そんな、誰の声も届かないの。翼、いつきくん。今の翼の歌声ならきっと届く。アヤハさんからもらってきたいっぱいの優しさを歌に乗せて返せばいい。だから歌うんだ翼。私はお姉ちゃんに歌の楽しさ、素晴らしさを思い出してほしい。昔一緒に歌ってくれたあの時の優しい笑顔と歌声を取り戻してほしい。絶対にお姉ちゃんに伝えてみせる。私の歌、私の思いを。でもまだいる。アヤハは私のもの、誰にも渡さない。アヤハは誰の声も聞く必要はないわ。私の言う通りにしていればいいのよ。そうすれば苦悩も挫折も葛藤もアヤハを追い立てるものは何もないわ。何もない。ええ、あなたには何もない。全てを私に委ねていればいい。ダメー！そんな奴の言葉に耳を貸さないで。あんな小娘の言葉に耳を貸す必要なんてないわ。でも翼は妹、大切な。お姉ちゃん。アヤハの心をこんなにも乱す存在、邪魔ね。アヤハ、あの小娘を殺しましょう。殺しなさい。私が、
殺すわよね。殺せわけない。これ以上翼を傷つけるのは許さない。よく知らないけど私の体から出てって。アヤハさんを助ける。行こう、クロム。ああ。いややがった。大丈夫、追いつける。お姉ちゃんをずっと苦しめていた奴を許したりしないんだから。が終わればまたお姉ちゃんと一緒に。そのためにも必ず勝ちましょう。失敗しないといいな。いける。飛んでっちゃえ。いいわ。始めよう。来ました。翼は気負いすぎているな。うん、でも俺がしっかりフォローするよ。それよ。勝って帰ろうぜ。やった。燃えろ俺のシェーパー。ついてきて。今だ。もう一つおまけ。決まった。せやった。目覚まし、うざったいのよ。自信を持て。お前なら勝てる。一か八かで落ちろ。しゃあ、どんどん行くぜ。バッチリ合わせるからね。これから行く。この日は逃すの。絶対決めるね。決まった。よし、もう一頑張りだね。よっしゃ。クロム、俺に力を貸してくれ。おう。それよ。クロム、
きいたしくやら絶対決めるね決まった。翼の力見せてあげましょう。うん、シーラついてきて。失敗しないといいな。セッションいけるぜ。かわせないよ。ついてきて。この日を逃すな。任せろ。いいぜいいぜ、気合い入れろ俺。いいね。まずは俺が。混じるなよ。絶対決めるね。決まった。さて、よっしゃ、これだ。やったね。次はどうすんだっけ。バッチリ合わせるからね。貫け。始めよう。翼絶対決めるね。決まった。シーバ、私に力を貸して。任せて。了解。お願いシーバ。任せて。俺から行く。今だ。おりゃ、よっしゃ。目覚まし、うざったいのよ。え、俺。どうすれば。大丈夫だ、俺がついてる。俺に任せて。しゃあ、どんどん行くぜ。その技で行きましょう。燃えろ、俺の。聞いたぜ。俺から行く。行ってくれ。絶対決めるね。よし、もう一頑張りだね。オッケー、飛んでっちゃえ。苦手なんだよね。ついてきて。やった。遊んであげるわ。おばかだ。一緒に行こう、クロム。おう。私から行くね。決まった。正義は勝つ。くらえ。翼、落ち着いて。落ち着いてって言われても。失敗しないといいな。切り裂いて、疾風。いいわね。まずは俺が。よし。一緒に行こう、クロム。おう。準備 OK だよ。イカズチよ、これだな。セッション行きます。これで終わり。私を倒したところで何も変わらないわ。我々の同胞はいくらでもこちらの世界やってくる。戦いはまだ始まったばかり。最後に勝つのは私たち。これで翼も綾香さんも一安心だな。
こちらの世界にやってくる。翼。お姉ちゃん。翼の歌、ずっと聞こえてたよ。私が負けなかったのは、きっと大好きな翼の歌声のおかげ。ありがとね。お姉ちゃん。キリアさん、もう怪我は大丈夫なんですか？おかげさまでね。それより樹、アヤハを助けてくれてありがとう。それは翼に言ってあげてください。そうね。いつの間にか大きくなっちゃったね、翼。いい歌だったよ。